こんにちは、カメラマンの宮川です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、公園にですねスナップをしに来たので、その模様をお伝えしたいと思います。ちょっと聞き取りづらかったらごめんなさい。ピンマイク持ってきてないんで、じゃあそんな感じで行きます。ちょっと階段を上がっていきます。なるほど、まあ、平日なんで割と静かな感じです。今日は向こう行くと釣り堀があったりして、少しちょっと雰囲気が変わるんで、この辺はすごい木、すごいな。これもこの辺で撮るか。この公園は僕が小さい頃から自転車で遊びに来てる公園で、地元では結構有名な公園で、でも釣り堀があったり、12月には光の祭典っていって公園全体がライトアップされるようなイベントも開催されてます。今ちょうどですね、ザーッと聞こえると思うんですけど、これ今釣り堀に来てます。ちょっと映します。ピンマイク持ってきてないんで、ちょっと音声聞き取りづらいかもしれないんですけど、ごめんなさい。お、すごい、オレンジ色がすごいですね。ずーっとちょうどカモが来た。よし、次行こう。あっちにはちょっと変わった石がある。もう皆さん釣り堀で釣りしてますね。何か変わった石があります。これはちょっと取ってみようかな。お、すごい、これすごいな。やっぱりここだよな、ここのなんか雰囲気が。これもいい、なんか木だな。これ取っていきましょう。わかるかな、この木の肌。結構平日なんですけど、にぎわってますね、こっちの方は。皆さんこうやって読書されてたりとか、あとはご飯食べてたりとか、将棋をやってらっしゃる方々、皆さん様々な形で時間を過ごしてますね。あ、あそこ紅葉綺麗。
灯火口で綺麗かも。わ、すごい。ちょっと撮ってみようかな。こんな感じから。これすごいな。ここちょっと撮ってみっかな。こういう。わ、すごいな、ここも。切り替えよう。このなんこの中央のこの木の感じがすごいいいけど、スマホじゃ伝わんないかな。ということで写真に残します。行ってみましょう。こんな感じ。引こう。伝わるかな。スマホで伝わるかな。あ、なんか懐かしい学校の水道みたいのがありますね。多分小今どうなんだろう。今の学校もこういう水道なのかな。僕らの時はなんかこういう水道でした。懐かしい、こういう水道。今日はもう構図も何もあったもんじゃないけど、とりあえず撮ってるみたいな感じです。で、まあそれもいいんじゃないかな。今日はここちょっと光が綺麗。こうちょっと切り替えよう。わかるかな、この中央にですね、光がこの隙間から差してるわけですよ。スポットライトまでいかないですけど、そんな雰囲気で。さあ今から帰宅します。ちょっと今日はですね、あんまり取り留めもない動画になってしまったかもしれないんですけど、ピンマイクもなかったんで、なのでまあちょっとこういう時も、まあ、あるかなということで許してください。結局はスマホで写真と動画両方撮ってましたから、それで一番いいかなと思って、なんか構図とか特にどうこうとかっていうのを気にするために撮ってるわけでもなくて、まあ、とりあえず雨が降らなくてよかったかなっていう。今日は京口ひろとと寺地健志郎の世界タイトルマッチがあるんで、どうしてもそれが見たいんで。今年の年末はライジンがベラトール対抗戦やるんで、それは楽しみにしてますね。宮川カメラマンのチャンネル、 SNS のフォロー、 YouTube のチャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カメラマンの宮川でした。バイバイ。